聞いちゃってますね。あの全開加速の時の空転感がすごく少ないですね。引っ張って6000ぐらいですけども、あ、5600ぐらいですけども、その時の音があのノイジーにならないので違和感がないですね。あ、すごいねこれ、立ち上がりちゃんとついてきますね。今あの、いわゆる VSC の類が完全にオフされてるんですけど、そうした時の ちょっとやっぱり流れるかな。そこはタイヤが、ネーミングではスポーツ系のタイヤですけど、ちょっと燃費系に振ってるかな、タイヤの特性を。はい、新型カローラチーフエンジニアのもう一お二人いらっしゃるんですね。はい、私欧州他の地域担当してます上田です。上田さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。実はさっきハイブリッドちょっと乗って、はい、まあこのアクセルに対する動き出しのスムーズさとか、はいはい、ステアリングもこう、はい、切って戻すこの良さとか。はいはい、あとやっぱりブレーキですね。ありがとうございます。ブレーキのこの滑らか、はい、このスーッて止まると、はい、いやハイブリッドじゃないみたいですね、はい、本当ね、あのまさにこのハイブリッドじゃないっていうのを褒め言葉でこう、はい、言ってもらえるとすごい、はい、で上田さん、そのやっぱ海外のカローラ見てると、はい、あのどうなんですか、そのライバルがいっぱいいる。そうですね、私あのですけど、いろんな地域も担当させてもらっている中で欧州も担当させてもらってますけども、はい、あのご存知のように欧州非常にあの長い自動車の文化というか中で鍛えられてきている競合者がいっぱいいますので、うん、はい、その中でもあの同じセグメントですとフォルクスワーゲンのゴルフですとか、まあね、ゴルフありますね、はい、そういう彼らの良さもしっかりとベンチマークをしながらどうやってあの彼らに勝っていくかと、はい、どこで買っていくかというのを含めて、うん、このカローラハッチバックを開発してまいりました、うん、今これはノーマルモードです、ね、ノーマルになりましたね、はい、ノーマルはあんまりステアリングは変わらないですか。あのノーマルはとエコはステアリング変わらないんですけど、スポーツモードにすると、はい、あのステアリングの、はい、エフォートは、まあ、大体もうスポーツモードにした途端あのメーター全体が、あ、そうですね、はい、少しあの視覚的にも、はい、スポーツ感というかそういうところをくすぐるような、うん、はい、やっぱり手応えがすごくしっかりします ね、はい、ステアリングのね、そのこのスポーツモードではあのステアリングの手応え感とあとハイブリッドエンジン、それをあのより走る方に、そうですね、ちょっとアクセルこうあの、はい、敏感になりますね。そうですね、過敏になりましたねあのヨーロッパでもちろん乗られてきてると思うんですけど、はい、はい、どうですかその競合に対しては。あのそうですね、あの非常にあのいろんな、やっぱりヨーロッパはいろんな路面があって、あのよく言う石畳路、ベルジャン路ですとか、はい、荒れた路面ですとか、はい、あるいはアウトバーンの高速路、そこも含めてあの確認評価してまいりましたけども、はい、あの十分欧州でも戦っていける、はい、あのポテンシャルになったかなというふうに思ってます、うんうん。上田さん、今まではどういう車種だったんですか、担当は。私ですね、本当にこのカローラハッチバックは開発の初期から、はい、あの2015年から担当してきたんですけども、その前の4年間は、実はヨーロッパの方に赴任してまして、はい、あのヨーロッパの方で、まあ、ヨーロッパで作ってるオーリスですとか、はい、このオーリスですとか、はい、あとアベンシス
バーソといったような、まあ、ヨーロッパで開発している車 の, あの製品企画ということで、はい、4年間ヨーロッパで。そうですか、はい、じゃあもうヨーロッパのいいものみんな見てきてるわけですね。あのいいところ悪いところというかの、うん、厳しいところは、うん、はい、やっぱガソリン車は、はい、今みたいな旋回ブレーキの時に、はい、流れ方が、はい、ちょっとスライドするところが、はい、あなかったですけど、はい、ハイブリッドやっぱちょっと重いせいですかね。そうですね、フロントが少し、うん、コンベのガソリンに比べて、うん、ユニットが重たいところが少しあるかもしれないです、うん、まあでも高級車になりましたね。いや、しっかりとその普段に使っていただけるようなものですけど、その中でも走ってて気持ちいいというか、楽しいというか、すごくなんか上質な車になりましたね。そういったところも感じていただけるとすごい嬉しいですね。はい、いやカローラっていうイメージからはやっぱりなんかちょっとクラスがだいぶ上がった感がありますね。ありがとうございます。はい。